はい、どうも、哲学徒です。今回も、ソーンマスター解説、の方をやっていきたいなと思います。今回はエンドコンテンツの、解説の、第2弾ということでですね、前回、ご紹介した、戦場の次のエンドコンテンツである、ザ、スローテンプル、スロームジーンというコンテンツをご紹介していきたいなと思います。まあ、戦場の方でね、エルダースロームの方を、稼いだら、そのポイントを消費してね、入場することが、できるんですけども、まあ、こちらのね、スローテンプルをやる、目的の一つが、まずね、こちらの、ウルティミニウムっていう、バフがかかるね、コンテンツですね。こちらをまあ、一つ一つ解放していくっていうのが一つの、目標という形になります。まあ、経験値がね、増えてくれたりとか、あとね、攻撃に関わるような、例えば攻撃する、私が今ね、メインで使ってるものだと、このね、攻撃した時の、なんていうのかな、攻撃範囲が、増えてくれるっていうものだったりとかね、エリアサイズが増えてくれる。まあ、発射したもののね、サイズが増えてくれるというものだったりとかあるので、まあ、こういうのを、まあ、解放するために、まあ、やっていくっていうのが、主な目標になってくるんですけど、まあ、それ以外にもね、まあ、このピュアスロームっていう、新たな素材ですね。これがまあ、ゲットできるっていうのも、このソーンテンプルの大きな、目標の一つになってきて、まあ、これについてはね、まあ、動画の、後半で、詳しく解説していきますので、まあ、実際にね、ちょっと、やってみようかなと思います。はい、そしたらね、実際にやってみたいなと思います。まあ、せっかくなんでね、ちょっと最高記録挑戦を目指して422回でね、やってみようかなと思うんですけども、まあ、基本的にはね、まあ、10ステージずつ、まずは150回、到達を目指してやっていくという感じですね。で、フィールドの方入っていただくとですね、まあ、こんな感じで、獅子型のね、エリアが、表示されているので、獅子型のエリアにを踏んでもらうとね、こんな感じで罠が発動すると。で、こういうね、緑色の、オブジェクトは当たってしまうとね、ダメージ食らっちゃいますので、まあ、そういうのも注意しながら、進めてもらうという感じですね。で、獅子型を踏んだら、エリア、敵が出てくる。もらうで、全ての敵を倒すと次のエリアがね、まあ、こんな感じで出てくるので進んでいってもらうという形ですね。結構こう緑色の床とかね、そういうとこを踏んでると、ダメージ食らっちゃいますので、踏まないように気をつける。結構アクション要素が、強いコンテンツになるので、ダメージの床とか気をつけながら、進めもらうと。感じですね。で、まあ、このエリア、結構ね、エルダースロームのね、出現率も、高めになってるので、なのでね、バトルフィールドで、レベルとか装備品とかを集めながら、こちらのね、スローテンプルで、スゴンリーパーを狙っていくのもいいかなと思います。4、5回に1回ぐらいね、こういう、スゴンリーパーの方も出てくるので、なのでね、最初のうちは結構エルダースローマー集めるだけでも大変かなとは思うんですけども、やってみてほしいなと思います。で、たまにですね、この白色のピュアスロームっていうのが出てくるんですけど、まあ、これを取ると、まあ、強化の方がね、最後できるようになりますので、ピュアスロームを、拾ってもらうっていうのも、注意してほしいなと思います。で、まあ、ピュアスロームの方は、こういう道中でもらえるのと、あとは、まあ、普通にね、フィールドでもらえるような感じになるので、で取っていってもらうと。
ね。結構エリアが上がってくるとね、敵のダメージじゃなくてエリアダメージの方も即死級のダメージですようになってきちゃうんで、なのでなるべく避けながらこういう風に、外側周りで、まあ戦っていくのがいいかなと思いますね。まあ、当然ながら外側にダメージフィールドが出てきたりする時もあるんで、気をつけて戦って、最初のうちはこのねフィールド数もそんなに多くなくて、戦いやすいんですけど、だんだんね、フィールドの数も増えて、まあ、15ステージぐらいかなに、なってくるので、まあ、最初のうちね少なめで、周回できるので、自分が安全に戦えるところでね、回してあげるのがいいかなと思いますね。結構エリートのライフなんかも増えてくるんですね。で、罠の方はね、最後の敵を倒すと解除されるんで、まあ最後の1体まで気をつけてもらうとかなと思いますね。はい、こんな感じでね、まあ全てのフロアをクリアすると最後にね、またピュアスロームの方を、ゲットできるんで、道中のねピュアスロームと、こちらのね最後のピュアスロームを、もらってもらうという感じですね。で、10回、20回、30回みたいに、10回の区切りごとにね、先ほどお伝えした、こちらのね、ウルティニウムの方が、獲得できますので、まずはこちらを、150回までクリアすることで、コンプリートしてもらうと。でですね、まあ、それ以外にも集めたピュアスローム何に使うのかっていう話なんですけど、このね、オレインさん、まあ、このステージの最初と最後にいるんで、この彼に話しかけることで、まあ、ピュアスロームの、ショップの方を開くことができるという形ですね。街にもいますので、もしね、払い忘れちゃった場合なんかは、街のね、彼、等の、なんていうのかな、近く、マジックアカデミーの近くにいますので、彼に話しかけることでも入手できるという形ですね。私はもうなんとかね、すべての、境界予想取り終わっちゃってるんですけど、まずですね、エルダースロームの、ファインド率が上がってくれるというもので、最大 200%、3倍までね、エルダースロームの方を、入手量を上げることができるんで、最初はこれをね、メインで取っていくのがいいかなと思います。バトルフィールド周回している時のエルダースロームの取得量がね、増えていきますので、まあ、ここら辺を強化していくと。で、もう一つね、エルダースロームの所持上限を上げることができる。これはランク50まで、上げることができるんですけども、こちらもね、なるべくキャパシティ多い方がいいので、上げてほしいなと思います。今私マックスにしてますけど、まあ、なんていうかな。どっちかっていうと、このファインド率を上げて、余裕があればキャパシティも増やしていくという感じで、まあ、計画的に進めてもらえたらなと思います。で、次にですね、ピュアスト、ピュアステータスの、マックス値が上がる、マックススコアが上がるという、値なんですけど、このゲームですね、ドロップするアイテムの中に、たまにですね、こういう、緑地ですね、この、右側のアイテム見ていただくと、387マナリジェネレーションっていう、ステータスが緑地でついてるかなと思うんですけども、こんな感じでね、通常につく能力値よりも高いピュアステータスっていうのがつくことがあるんですけど、こちらのマックス値が上がってくれるという要素になってくるんで、余裕が出てきたらこういうのも こちらを上げていくことによって、ピュアステータスが出た時のマックス値を上げることができる。そして次にですね、装備品にピュアステータスがつく、確率が上がるという、ものなんですけど、こちらも上げておくとね、装備品ドロップした時にピュアステータスがつきやすくなりますので、こちらの値も上げていってほしいなと思います。
まあ、ピュアステータスはね、あの、ランダムドロップになってくるので、まあ、ピュアステータスがね、ついた装備品を、クラフトで強化していくようにすると、まあ、より早く強くなることができますので、この二つも、優先してあげてほしいなと思います。で、次はですね、ソーンテンプルの難易度そのものに関わる、部分になってくるんですけども、あの、ソーンテンプル内での、防御力が、上がっていくというやつですね。こちらも、だんだんね、今見ていただいたように階層が上がってくるとね、敵の攻撃きつくなってくるので、余裕があれば上げてもらうという感じですね。で次がですね、こちらの、テンプルキーパー、アウェア、ニングというやつで、敵を倒していくですとですね、右下に出てくる、まあ、ボーナスゲージの方があるんですけど、そちらの方のね、維持時間が、伸びてくれるというものになりますので、まあ、こちらの値もなるべくね、高い値に、していくといいかなと思います。まあ、で、最後にですね、トランスフォームプライスというのがあるんですけども、まあ、基本的にエルダースロームとかをね、稼ぐときは、バトルフィールドをね、周回するっていう、解説を、してきたかなと思うんですけども、すべての強化が終わってくるとですね、このピュアスロームの方は余るようになってきますので、ピュアスロームを変換してね、エルダースロームに、してくれる。あるいは、スキルを割り当てるときに使う、スロームを、エルダースロームに変換するという、機能が使えるようになってて、まあ、1個ずつだったらピュアスローム1個を、30エルダースロームに、変換してくれるという感じになってて、10倍、100倍と、増やすことができるんで、まあ、なのでね、結構、ソーンテンプルの攻略が進んでくると、ピュアスロームをね、変換してエルダースロームを入手した方が効率的になってきたり、あとスロームの方もね、一通り自分のビルドに必要な、スキルとか取り終わると、余っていくような形になっていくので、まあ、ここでね、エルダースロームに交換していくと、まあ、バトルフィールドをそんなに周回しなくても、このね、エルダースロームの方をゲットできるようになるので、なのでね、まあ、こちらのトランスフォームプライスの方を入れてあげると 25% オフ、50% オフまで、このね、変換率変えることができますので開放してみてほしいなと思います。まあ優先順位としてはね、このファインドとマスタリーを上げつつ、こちらのね、ピュアステータスの値上げていく、そしてまあ終盤になってきたらこのね、変換効率上げて、ピュアスロームからエルダースローム作って、回していく、周回していくっていう方法が、効率的かなと思います。で、次にですね、10回ごとに、手に入る、こちらの、ウルティメイト、ウルティメニウムの方なんですけど、こちらね、ランクが設定されてて、今全部ね、私もカンストさせてしまってるんで、あれなんですけども、こちらの強化もできるようになってると。ピュアスロームを入れることによって、このね、ウルテニウムの、ランク、最大で15ランクまでに上げることができるので、こちらも自分が使っているものを優先的にね、上げていくのがいいかなと思います。私的におすすめはこのね、経験値が上がるものを、最初に上げちゃうのがいいかなと思いますので、こちらをまず優先で上げてあげるのがいいかなと思います。で、あとですね、なんと、このソーンテンプルだけで入手できるね、ソーンリーパーっていうのも存在してて、こちらの方ね、1万ピュアスロームで、こちらの、ソーンリーパーの方、ゲットできる。クラスごとにね、作ることができるんで、まあ、これで、作ってあげるっていう感じですね。まあ、あとですね、まあ、ちょっとこれネタバレになっちゃうので、なんていうのかな、まだ聞きたくないよっていう方はここでね、動画を終えてほしいなと思うんですけども、150回をクリアすることでですね、こちらのウルテミニウムが、まあ、コンプリートできるというのと、あと隠しのね、ソーンリーパーの方が、1個、ゲットできるという感じになるので、150はボス敵がね、いて、なかなか、クリア大変だとは思うんですけども、倒すことによって、まあ、そこでしか手に入らない、ソーンリーパーもゲットできるので、なのでね、スローテンプルやることによって、ソーンリーパーの方も、2つ、入手できますので、やってみてほしいなと思います。で、最後のポータルなんですけど、まあ、こちらの方ですね、まあ、ヘッドホーム、
まあ、家に帰るか、あるいはエルダースローもね、消費して、次のエリアに進むこともできるようになってますので、まあ、どちらかを選んであげるという感じですね。まあ、エルダーソーンテンプルそのもののね、まあ、周回も、繰り返していく、まあ、特に上に上がれば上がるほどね、こちらの、ピュアスロームの、獲得量がどん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 増えていくような形になりますので、まあ、上の階目指して、やってみてほしいなと思います。まあ、今回はね、ソーンテンプルの方、ご紹介してきたんですけど、まあ、150階まで行くことによってね、こちらのウルテニウムの方を、まあ、コンプリートするとともに、まあ、ピュアスロームによる、強化要素の方も上げていって、最後のエンドコンテンツであるグレートフォージ挑戦の火力を整えていってほしいなと思います。結構ですね、このソーンテンプルの方、先ほどもお伝えしたように、ソーンリーパーのドロップ率かなり高めになってますので、まあ、1回から5回、まあ、楽に回せるところをたくさんね、まあ、周回してもらうことで、ソーンリーパーどんどん集まっていくかなと思うので、一撃的に倒せるような階層をね、何回も何回も回すことによって、ソーンリーパーコンプリートも目指しやすいかなと思いますので、ぜひ、やり込んでみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。引き続きね、スローマンサーの、エンドコンテンツ攻略に役立つような動画も出していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。